三角恭平役の鈴木達也です。とにかくそのカバディという、 こう一般的ではないこの競技の中に秘められているその競技にかける熱さだったりとか熱量のあるその青年たちの戦う姿っていうところが魅力的ではありますね。一人一人がそのやりたくてカバディに入ってきているわけではなかったりするので、中にはやっぱりカバディにかけている方もいるんですけども、その違うところからどうしてカバディという競技にやってきたのか、でそこに対してなぜ魅力を感じたのかとか、じゃあそこで頑張ろうと思うことって何なのかっていう、その変わるからこそ熱中できる、そして自分をまた新たに変えようと思う、だからこそ頑張ろうと思うっていう、その変化の中で生まれる熱量っていうところはドラマとしての見どころではありますね。チームの中でいうとムードメーカーに近くてですね、ムードメーカーなんですけれども、そのまあ攻撃側と守備側でいうと、どちらかというと守備側の人なんですね。で守備側の人として何か自分ができることはないのかっていうところをずっともがき苦しんでいる姿もあったりはするので、なんかそういったところでの彼のその気概の強さとその持ち前の明るさっていうところプラス、そこには見えないその苦しみみたいなものも感じ取れるような、ちょっとその人間らしいというかすごくもがいている高校生ですね。雰囲気、まあそもそもこういうご時世になってから集団で撮れるっていうことがなくなってしまったので、まあ最大で3人という収録にはほぼほぼなっていたんですけれども、その中ではすごくこう和やかな雰囲気ではできていたのではないかなと思います。やっぱり学生ものというか、その高校生たちの青春ドラマでもあるので、なるべくそういったそのなんだろう、男子がワイワイしている様みたいなものっていうものはそのうまく作り上げられたらいいなとも思ってましたし、やっぱり自分のやっているそのミスミという役自体がそういったところでのムードメーカーでもあったので、なるべく自分のいる時間帯の中ではそういった何か楽しいことが起こせるといいなとは思いながら現場にいるようにはしていたので。部活みたいな感じ？そうですね、完全に部活でしたね。特に女性が出てこないのでほぼほぼすごいアフレコスタジオの中ではっちゃけてましたね、みんなで。なんでしょう、調整室の方には多数スタッフさんいるのも分かってるんですよ。でもこっち側だけで盛り上がりすぎて、だいたい音響監督の畑さんにそろそろやろっかって言われるっていうことだったりとか、そのぐらいにしましょうねとか、あとみんなに聞かれてるっていうのを途中で僕らが忘れちゃうんで、どんどん何でしょう、これ女性にあんま聞かせらんねえなみたいな話っていうのをまあメディアでも話せないんですけどそういう話をすごくして、それが全部マイクに乗ってるっていうのはあったので、調整室の向こう の, 女性のスタッフの方には大変迷惑をかけたなっていうのは正直ありますねそのムードメーカーは誰ですか？でも多分俺じゃないですか多分俺じゃないかな。主犯ってことですか？そうですね、でも大体主犯ではある、まあ、火付け役ですよね。そういう意味で火はつけたんですけど、燃やすのはうちのユーマだったりとか、あと意外と古川がね、そういったところにとってもよく乗ってくれて、もう彼はすごい爆発力をそういうところで発揮してくれたので、個人的には一番の爆弾はやっぱり井浦なんだなっていうところは思いましたね。内容は一切喋れませんけどそうですね、やっぱチームプレーっていうものに対するその他の競技以上に固執しているような、何でしょう、場面というか、そういう描写があったりとかしていて、そのお互いを感じ取らないと、物理的にもそういうものをつながりを持っていないと自分たちが負けてしまうという競技でもあるので、なんかそういったところの、その意地の張り合い
だったりとかっていうところも、あと仲間を信ずる、で物理的にも信じていかないといけないっていうところの、強さっていうものも思いましたし、まあ、どの競技にもそれは共通しているのかもしれないんですけども、なんかやっぱりそのレスリングのような本当に派手な、その何でしょう、力勝負みたいなところも出てきたりするので、そういった時に最後に駆け引きをするのが意地だったりとかっていう、もう根性論がほぼほぼなので、なんかそういったところの、その気持ちの持ち方っていうものはいかに大事なのか、でそれっていうもので勝敗が決まる、そして自分の引いては生き方も変わるっていうところはすごく改めて学んだことではありましたね。